陸前山加駅は宮城県石巻市西木町にある東日本旅客鉄道仙石線の駅である。高城町駅から東北本線へ直通する仙石東北ラインの列車も停車する。石巻港駅への貨物支線の分岐駅である。この貨物支線は日本貨物鉄道の第一支鉄道事業区間であり、本線の当駅から石巻駅方の第二支鉄道事業区間と一体の 形で、貨物列車が運行されている。旧駅舎仮駅舎島式ホーム一面二線を有する、地上駅である。駅西側から、石巻港駅へと貨物線が伸びる。このため、駅構内に0キロポストがある。貨物線は一番線からのみ進入でき、貨物列車は当駅で、必ず運転停車する。石巻駅管理の業務委託駅。出冊窓口は日中のみの営業である。 窓口、自動券売機、簡易水化改札機が設置されている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は738人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。なお、2004年度から2012年度の統計は非公表である。ありがとうございます。